皆さんこんにちは、ヤンジです。今日はですね、駒込にある旧古賀亭っていう、なんだちょっとよくわからないね、なんか由緒正しい公園っていうのどこに来てます。今日はアルファ6000で使ってた APS-C 用のね 2.8 透視のいわゆる第三元レンズってやつ、これの写りをまだチェックしてなかったから、ちょっと今日はこれをねテストしてみたいと思います。なんかここねバラとかが有名らしいんだけど、ちょっとねなんか全然わかんない。こういう感じか、ちょっと公園みたいになってる、なってて、ちょっと写真が撮れるらしいから来たんだけど、洋館はね今日ねなんていうの、工事というか改修工事らしくてね、中入れないんだよね。どんな感じになってるのか事前情報とかさ一切見ないで来ちゃったのね。ここはね入場料150円で、あとこの近くにねもう一個公園があるんだけど、そことのなんかセット販売でさ、入場料が両方ともで400円だったから、ここの後にもう一個のでかい公園に行きたいと思います。ちょっとね中どんな風になってるのかちょっと散策してみたいと思います。ここがシーズンになるとなんかバラとか咲くんだね。今なんか全力で夏だから全然花が咲いてない、何一つ花が咲いてない、これいつになったら咲くの。今ね真夏なんだけど、あれだね、真夏何にもないから緑しかないから、なんか来る時期を間違えたな。秋口とかいいかもしれない。紅葉の時期に来たら結構綺麗かも。あーでも写真の練習するにはいいよ。あのどれを主題にするかっていうのがさ難しい。こんだけなんていうの、主題にするものがないというかさ、だとすごいクソ写真ばっかりになりそう。はい、旧なんとかで、この時期ね花も何にも咲いてなくて、たらたら緑があるだけだから、なんか全然写真映えするあれでもなかった。これもなんか中入れないし改修中で、反対側はさなんかなんていうの、足場があって今工事中みたいな感じだから、そんな中のちょっといくつか撮ったんだけど、なんか構図の勉強にはなるかもしれない。多分僕はマジでクソ構図しか撮れてないと思う。なんか主題になるものが全然なくてさ、どれをね取捨選択するのがすごい苦手だから、僕ちょっと次の公演に向かいたいと思います。六義園って書いて陸義園って読むらしい。もう一個の方のねなんかでっかい公園、陸義園ってとこに来ました。こっちの方がなんか写真撮るには良さそうな感じがする。結構でっかい池があるみたいな、なんかすごいこれ説明が書いてあるけど、由緒正しい
何からなのかな。あ、こっちの方が涼しいね。さっきのとこね、全然風が通んなくてむちゃくちゃ暑かった。こっちは日陰でかつ風が通るからすごい涼しい。おー、なんかすごいよ。結構ほら、ちょっと広々としてる感じ。さっきのとこはね、もともとなんとかで人ん家だからさ、結構小さいっていうか、ここはね、超でっかい公園みたい。ちょっとぐるっと一周してみたいと思います。水が抜かれている。水があったらよかったのにな。水があったらよかったのにな。はい、ヤンジ現像室に来ましたよ。もう先に結論から言うと、まず画質が悪い解像度が低いっていうのと、あとね、オートフォーカスっていうかピントが甘いっていうのが発覚したんですね、今回で。このレンズね、 α6000 で使ってる時は他のカメラを知らないので、まあこんなもんかなって思って使ってたんですけど、α7 につけてみて、で他のね、純正の 85mm のレンズと比べたら明らかに画質が悪いんですよ。でかつオートフォーカスとか、なんだろう、ピントも甘いんですね。でこれってどういうことなのかなって思って、もうこの家帰ってきてさ、こう写真チェックしてる段階でもうピントが甘いっていうのがすごくわかるんですね。で、そうなの、一番わかりやすかったのが、同じような感じっていうことで、例えばこれとか、これね、これまあ厳密には同じじゃないんですけど、まあ、似たようなこの石造りのさ、このちょっと待ってください、今ね、今もともと解像度悪い、今
読み込んでるんでね、はい、でこの石の子の漢字ね、これはちゃんとここにピントを合わせてで撮ったのでピントが甘い感じはしないんですけど、ちょっとねみんなわかるかな、 この感じね、この石の子の感じとで一番最初じゃねえよ、テスト撮影でね撮ったものがあるんですよ。これ僕がこの目を見張った、これ等倍ね、目を見張ったこの画質、これさちょっとこれだと分かりにくいんで、こうするとこれ開放で撮ってるんですね。 F1.8 の開放で撮ってここにピント合わせてるんでバッチリピントが来てるし、ここにクモの巣がね1本スッって入ってるのも分かる。でこれさ、これ以上拡大してももうめちゃくちゃ改造してるっていうのが分かるんですね。で今度これ逆にこれ 100% なんですけど、ちょっと石が遠いのかな、石が遠いから 100% にしてもこう同じような、なんていうのかな、大きさにはならないんだけど、明らかに画質が落ちてるの分かります？これ明らかに画質が落ちてるんですね。で距離的に言ったらね、こっちもそんなに大して変わらないと思うんですよ。これあでもこっちの方がやっぱ近くで撮ったのかな、これ 85mm なんであれなんですけど F1.8 で、これが等倍ね、等倍にするともう大きくなりすぎちゃってちょっとよく分かんないんですけど、まあそれにしたってめちゃくちゃ改造してて色も良くてさ、すげえなって。このね雲のすごいですよねこれで。他に近くで撮ったようなやつってあるかな、あんまりないんですけど、これも結構ねこの石造りのこれがかなり遠いの、ね、でこれもねここにピント合わせてるんですよ。でバッチリピントが合ってるものに関しては まあまあこういうもんなのかなって思って、純正の 85mm のこう画質を知っちゃうとちょっとピントが甘いなって思うんですけど、でもタムロンの、このレンズは多分これがこの性能が限界なのかなって感じがしますね。ピントが甘いというかちゃんとこれピント合ってるけどこういうのは画質が悪いのかなって感じがしますね。だから APS-C 用のレンズなんで、あくまでもそれをクロップして使ってるから、まあこういう風になるのかなと思って、フルサイズ用の同じスペックのレンズをちょっとレンタルして借りてみてで検証してみたいなっていうのもあるんですけど、で今回は基本的には開放から1段絞って F3.2 で撮ってるんですね。まあ 5.6 を使う場合もあるんですけど、基本的には開放で撮りたかったんですが、開放にするとピントの合う範囲がものすごく狭くなるので、一応保険をかけて開放から1段絞りっていうので撮ってるんですけど、ただやっぱりピントがね合う範囲が、例えばここのね草だとしてもピントが合ってるのはここにピントが合ってるんですね。ここにこの辺にピントが合ってるんですけど、その奥こっちにはピント合ってなくて、さらにその手前のここにはピントが合ってないんですね。だからすごくピントの合う範囲が狭い。でなんで絞りを絞りたかったかっていうと、まあ後ろをぼかしたかったっていうのもあるんですね。結構後ろがごちゃごちゃしてたりとかすると、まあ、うるさいんでね。なのでぼかすことによって、まあ、ここの葉っぱだけを主題にしたいみたいな、まあ、そういう意図なんですけど、そうするとピントの合う範囲が極端に狭くなるので、まあ、こういう感じになっちゃうのかなと思って。でもね 85mm の 1.8 の開放で撮った時はなんかこういう感じではここまで狭くなかった感じがあるんですけど、まあ、被写体までの距離も違うのでなんかそういうのがあるのかなとか、ちょっと改めてねやっぱ写真なかなか難しいな、写真とかカメラって難しいなって思いましたね。はい、だから今回の、まあ、庭園巡りでこの昔のねセンサーが APS-C 用のその昔のレンズをつけて撮ってみたんですけど、まあ、しばらくこれ使えばいいかなと思ってたんだけど、なんかもうちょっとこの画質だとなんかダメだ、僕も使う気にならないな、これだったらもう 85mm のやつをつけたいなって感じがしちゃうから、これはちょっと早急に考えないといけないなと思って、これもね結構いくらしたんだよ、9万ぐらい、8万9000円とか9万ぐらいで買ったんですよね。去年買ったのかな、今年買ったのかな。なのでちょっとこれを売ってフルサイズ用のレンズにちょっと交換しようかなって思ってる感じです。こんなねなんかねレンズがどうのこうのとかさ、
なんかなんとかっていうのはもうあんまりやりたくないんですよね。そんなことよりマジ写真を撮りたい。やっぱフルサイズのカメラにはフルサイズ用のレンズをつけないと。だってそれだったらみんな APS-C 用のレンズつけますよね。そっちの方が安いんでね。でもみんなそうじゃなくてフルサイズ用のレンズをつけるってことは、まああえて言わないけど、まあ、そういうことなんだなっていうのが分かったから、まあ、よかったですね、うん、画質が悪いっていうなんかみんな声を大にしてなんでこれ言わないんだろうなと思って。結構なんかカメラ系 YouTuber の人とかはさ、まあ、クロップされちゃうけどなんか使えなくもないですよみたいな言い方するのね。でもさ実際に使うとこんなに画質が悪かったりするからさ、うーんっていう。もっと声を大にしてみんな、いやフルサイズの本体にはフルサイズのレンズ使いましょうよって言えばいいのになって思うんですけど、どうなんですかね。はい、じゃあ今日はこれぐらいにしときましょうかね。はい、この動画を見て少しでもいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと僕 X やってるんでね、 X をフォローしてもらえると飛び上がって喜びます。なんかいろいろ質問とかあればあの X で話しかけてくれてもいいですし、動画のコメントしてくれてもいいですし、はい。あと僕毎週金曜日、YouTube とツイキャスで同時配信してます。まあなんかそこの配信でね、質問してくれてもいいんでね、コメントどんどん拾って読み上げていきます。そうすると配信もとてもね、はかどるんでね。はい。それじゃあ皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。